こんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの野手山です。ここではですね、私がおすすめする有機無農薬で栽培する家庭菜園流のやり方を紹介してます。今回はですね、8月に種芋を植える秋ジャガイモの栽培を紹介します。今年のですね、春に植えて6月頃収穫したですね、春ジャガイモと栽培は基本的に同じですが、秋ジャガイモの栽培についてはですね、2つ覚えておくといい成功の秘訣がありますので、まずそれを紹介していきます。一つはですね、品種選びです。ジャガイモのですね、生育適温っていうのは10度から23度でしてですね、11月の下旬以降になりますとですね、早霜が降りたりして寒さが厳しくなって枯れてしまうことがあるんですね。ということで11月中旬頃までに芋が肥大して収穫を迎えられるように育てるのが大きなポイントになります。そのためにはですね、8月の後半にですね、芽が出て栽培が開始できる品種が一番向いてるんですね。春にですね、男爵だとかメイクインだとか、どちらかというと北海道産のジャガイモを種芋として栽培してたと思うんですが、この時期はですね、九州で育てられているジャガイモが向きます。なぜかというと、北海道の芋は夏の暑い時間を休眠して過ごそうとするんですね。休眠期間がすごい長いんです。4ヶ月ぐらいあるんで、植えてもですね、9月過ぎて10月ぐらいになるまで芽が出ないなんてことがよくあるんですね。休眠時間が短い2ヶ月ぐらいの芋がこの時期の栽培には最適だということで、品種選びがすごい重要になってきます。一つは出島です。北海道産の男爵と同じように、北国系の芋です。そしてですね、西豊というのは春に植えたメイクインと同じようなしっとり系のジャガイモです。そしてですね、アンデスレッドっていうのは皮が赤い、ちょっと変わり種の芋です。この3つのどれかを選んで栽培するといいと思います。秋に向く品種のですね、その今言った3品種などはなかなかですね、園芸店で見つからないんで、ついついですね、春に取ったジャガイモを植えたくなるんですが、もし春取ったお芋で休眠時間の短い芋としてはですね、北あかりは比較的短いんで、もし選ぶなら北あかりを選んでください。もし見つけたらですね、早めに購入しておいてください。8月初め頃から売ってる店では売り出すと思いますので、見つけたらそれをまず買うっていうことが大切なので、それで用意をしてください。春はですね、生育を促進するために種芋を切って植えた方がいいよというお話ししたと思うんですが、秋植えのジャガイモはですね、切らずに植えた方がいいので、それをここでご紹介します。なぜ切らない方がいいかというとですね、やっぱりこの暑い季節なので切り口から腐ってしまうことが多いので、それを防ぐために切らないで植えるということです。種芋の大きさはですね、50グラムぐらい、このぐらいのあれば十分なんですが、数が足りなくてどうしても切って植えたいなという場合はですね、よく乾かしてですね、切り口がかさぶた状になるまで待ってから植え付けるようにしてください。では実際に栽培する方法の話に移りましょう。まずはですね、種芋の作り方です。春にはですね、日に当てて芽を出すという芽出しをご紹介したと思うんですね。翼光栽芽と言います。真夏にですね、芽出しをする方法をやっぱり採用した方が早く確実に芽が出てきますんで、やるんですが、夏に芽出しをするんで、日に当てるのではなく日陰のですね、風通しのいい涼しいところが向きます。このようなですね、箱を用意していただいて、種芋をですね、重ならないようにこういうふうに置いていきます。涼しいところで保管して芽が出るまで待つわけですね。ここにですね、土が入ってます。有機の培養土を使ってますけれども、別に栄養分が必要だとかそういうのないんで、栄養分のないですね、砂みたいなの方が最適です。もしそう砂やこういう培養土がなければ、箱に新聞を引いて並べるみたいな形でも構いません。こういうふうに軽く土をかけて並べておいて芽が出るまで待つんですね。環境が良ければ眠っている芋がですね、少し早めに目覚めてくれる。早く芽が出て早く植えられれば、それだけ11月下旬に枯れるまでの期間を取れるので、芋はどんどん肥大します。ただですね、そう簡単に芽で出ません。8月の中旬ぐらいからこういう作業をして3週間ぐらいで芽が出てくれれば順調で失敗がないということですね。それより遅れる場合もありますが、そうするとですね、ちょっと芋の肥大が悪くなるかもしれません。種芋を発芽させてる間にですね、畝作りをします。肥料はですね、1平米あたり
腐葉土2リットル、米ぬか 200cc をまき用意します。肥沃なもし跡地を利用するんであればこの半分の量で構いません。石灰はですね、じゃがいも栽培では草花病というですね、表面がイボイボになっちゃうような芋ができやすくなりますので、酸性な土壌でない限り石灰はまかない方がいいと思います。このようにですね、黒マルチを使う栽培と黒マルチを使わないで直植えする栽培の2つの方法があります。マルチをしてしまうと生育初期がですね、温度が高くなってしまうっていうデメリットがあります。メリットはですね、栽培後半の温度の低下を防げるんで、後半が長く栽培できるっていうメリットがあります。こちらのですね、直植えするのはですね、早く植えられるというメリットがあるんで、例えばですね、早く芽出しができて栽培できるなら、このようにマルチを使わないで栽培した方が初期生育が安定していると思います。ただ生育が遅くてですね、寒くなるようでしたら藁とかそういうのを引いて保温してあげるといい場合が多いと思いますので、まあどちらかの方法をご自分でその植える時期の温度とかですね、気候の変化を見ながら決めていただければいいと思います。ここの畝でしたら60センチ幅ありますんで、2列に植えていきたいと思いますんで、30センチ間隔に植え穴を開けます。芽が出てない芋なので、ちょっと向きがどっちだか分かりませんが、ここが芽が出てきたなと思ったら、芽が出てるのを上に向けて、土が5センチぐらいかかれば十分なんで、こういうふうにかけて植えるだけです。あまり水をあげすると芋が腐ってしまいますんで、水はそんなにあげるっていうことを考えないで、このまま植えてってくれればいいと思います。同じように穴を開けます。これも30センチ間隔です。こういうふうにですね、千鳥に穴を開けるって方法もあります。株と株の間が広くなる、こちらから日が当たってる時なんて後ろが日陰になっちゃう、そういうのを避ける意味で千鳥っていうのは一つの利点があります。ただここにこう最後のこう空間ができるので、だいたい1株か2株少なくなっちゃうっていうデメリットもあります。こうやって穴開いたら、あと植えるのはここにこうやって置いとく、ここに土をかけていくということで植え付けは終了です。たくさん芽が出てきたらですね、芽をかいてあげて芋の数を絞るということが必要になっています。芽がですね、1つの芋からですね、4つも5つも出てきたら2つとか3つに絞ってあげるっていうことが、一つ一つの芋の充実には大切です。それとですね、もう一つ、マルチをしている栽培の場合はですね、このまま雑草も生えませんし、そのまま収穫まで持っていきます。お芋というのはですね、こう外に出る茎とですね、茎から脇芽の茎が出てくるんですね。その脇芽の茎の先にこう芋ができるんですね。ですからこの上にですね、土の広いスペースがないとお芋ができるスペースがなくなってしまいます。お芋がですね、地上に出てしまいますと色が変わってソラニンっていうですね、毒素やなんかが生まれてしまい、食べられなくなってしまいますので、土寄せ作業というのをします。芽が出てきたらこうやって周りの土をですね、寄せて、その芋が太るスペースをですね、こう生み出してあげるんですね。周りの雑草を抜くこともできますし、周りの養分をですね、根元に回すこともできるので、こういう土寄せ作業っていうのを必ず手挙げてください。これをしっかりすることによって芋の肥大がどんどん促進されます。以上が秋じゃがいもの芽出しと、植え付け作業の、お話でした。秋じゃがいもはですね、春じゃがいもとちょっと一味違うし、長く保存できる芋が取れますので、ぜひチャレンジしてみてください。このようにですね、今後もですね、野田山流の有機無農薬で楽しむ栽培をいろいろ紹介していきますので、よろしかったらチャンネル登録と、高評価をお願いいたします。今回もシェア畑菜園アドバイザーの野田山がお送りしました。それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。